夢広に新しいお店が仲間入り。2階レストラン街に家族みんなで楽しめるお好み焼き屋さんがオープンしましたよ。早速行ってみましょう。それでは週刊夢広の日、始まり始まり。週刊夢広ナビ。夢タウン広島2階レストラン街に12月15日にオープンした港商店。昔ながらの味を大切にするお好み焼き店。素材の旨味が喧嘩しないよう、生地、野菜、肉、麺、卵の焼き順を工夫し、お好み焼きに欠かせないキャベツには日本初の低温スチーム調理を施して、キャベツ本来の旨味と甘みを逃すことなくぎゅっと凝縮して焼き上げます。広島県産柿エキスとレモン果汁をブレンドした地産地消の港商店オリジナルソースとの奥深いハーモニーを熱々の鉄板でぜひご堪能ください。宮地さんにお話を伺います。よろしくお願いします。港商店オープンおめでとうございます。ありがとうございます。あのボックス席がいっぱいあってファミリーでのお食事にぴったりな港商店、早速なんですがおすすめのメニューは何でしょうか？はい、お店人気ナンバーワンの港スペシャルと、うん、今日は泉が来られるということで、はい、女性に大人気のチーズスペシャルをご用意いたしました、うん、ぜひお楽しみください。 ありがとうございます、はい、楽しみです。肉玉そばをベースにイカ天と香りのいい大葉、そして最後に山盛りのネギを乗せて出来上がり。何にするか迷った時には港スペシャルで間違いなしです。いただきます。うん、うん、さっぱりした大葉にこのイカ天の甘みがしっかり合っていて美味しいです。続いて鉄板でとろーりと焼かれたチーズがお好み焼きの上に余すことなくかけられたチーズスペシャル。これはもうたまりません。いただきます。うん、大葉がちょっとバジルのようなアクセントになって、これがチーズと合わさることでちょっとイタリアン風のお好み焼きになっています。港商店では皆様に安心安全なお食事を楽しんでいただくために新型コロナウイルス対策を実施しております。夢タウン広島2階レストラン街にオープンした港商店で皆様のお越しをお待ちしております。